10月1日から6日までの6日間にわたって、三沢市の姉妹都市であるアメリカ・ワシントン州のウェナッチ市と東ウェナッチ市から友好親善使節団が来訪しました。三沢市は1931年に世界初の太平洋無着陸横断飛行を達成したミス・ビードル号の離陸地という歴史的な背景のもと、着陸地であるアメリカ・ワシントン州ウェナッチバレーのウェナッチ市と1981年に、東ウェナッチ市と2001年に姉妹都市を締結し、使節団を派遣するなどして交流を深めています。今回三沢市を訪れた使節団員は、ウェナッチ市のリンダ・ヘラルド市議会議員と、東ウェナッチ市のマシュー・ヘプナー市議会議員を団長に、高校生ら学生7名を含む総勢15名で、国際交流教育センターのセンターホールでは、出迎えた三沢第一幼稚園の園児から花束や歌が贈られました。場所をイベントホールに移して行われた歓迎セレモニーでは、小檜山市長が三沢での6日間をエンジョイしていただきたい、さまざまな交流行事やホストファミリーとの生活を心ゆくまで楽しんでくださいと使節団を歓迎しました。一人一人団員が紹介され、手厚い歓迎を受けたリンダ・ヘラルド使節団長は、ホストファミリーと仲良くなり、日本の文化と習慣に触れ合えることも楽しみにしていますと。マシュー・ヘプナー使節団長は、数年間三沢へ派遣される機会を待ち続け楽しみにしていました、やっと来ることができて本当に嬉しいですと感謝の言葉を述べました。セレモニー後、使節団一行は6日間の滞在中、ホームステイする家族と対面し、握手やハイタッチを交わしていました。翌2日、市役所を訪れた使節団一行は、ロビーで市職員から温かい歓迎を受け、その後、小檜山市長を表敬訪問しました。市政や町に関するさまざまな質問を小檜山市長に投げかけ、短くも意義のある時間を過ごしていました。3日には国際交流教育センターで日本料理を体験するため手巻き寿司作りに挑戦。ボランティアで参加した三沢国際交流協会の皆さんの作り方を真似ながら、慎重に寿司を巻き、完成した手巻き寿司を味わっていました。おいしい。その日の夕方には、浴衣やジンベイに身を包んだ使節団一行が、琴や三味線、民謡、習字など、日本の文化を学ぶ体験も行われました。琴の演奏方法を学ぶ姿や、慣れない筆を使って字を書く姿からは、日本の文化を吸収したいという思いが伝わり、貴重な時間を過ごしていました。